大津神社は、大阪府羽びの市高須にある神社。式内社で、旧社格は損者。役除け海運、縁結び、安山、家内安全、交通安全、引っ越しや住居のリフォーム等の片山除けのご利益があるとされる。おついたちはついたち参りで賑わうが、平素は人通りが少なく、静かである。羽びの市内の氏神様として認識されている。大津神社は、 10世紀初め、第五天皇の御用に編纂された、縁起式神明朝の河内国多治比軍に、大津神社三削は、宇都ぼと、名記されている由緒の古い神社で、丹下の里の大宮と称えられていた。当時、この地方には、金、阿拓病の子孫と言われる藤氏、仙市津辻の三氏が勢力を張っており、この三氏の内辻一族がこの地をとして、大宮山と称し、 自分たちの守護神を放災したことが、大津神社の発祥だろうという古来からの定説がある。大津神社は、辻一族の守護神として創始されたが、辻一族が朝廷に召されて、大和に移住し、また、時代の推移に伴って、非正制度が衰退していくと、中世以降には、大津神社はこの地方旧家村の人々の氏神として、受け継がれ、河内の大宮と称えられた。 その後、仏教の流星に伴い、本寺衰弱説に基づいて、馬刀天皇者と称し、境内に、新言宗の宮寺大宮三男の坊を設けて、神仏根香となり、社僧の支配を受けることとなる。広く世の人々からは、北宮の昼、頭さんと称えられ、親しまれた。明治維新になると、新しい神社制度が定められ、神仏梱行が厳しく禁じられたため、 高須、羽生良村の氏神として1872年5月尊者に列格され、大津神社と改称された。第二次大戦後は、占領政策の浸透指令によって国家の管理を離れ、1946年6月2日、宗教法人令に基づき神社本庁所属の宗教法人としての大津神社が発足し、現在に至る。今日では、羽引きの市西部、南西部、 広域の内紙として数形されている。同神社では年に2回祭りが開催される。都度、付近の道路に通行規制が敷かれる。秋は段りが栄光されるため、規制が増える。本殿、廃殿、平殿からなる社殿は1640年に混流されたものとされている。ありがとうございます。